センシアは、富士フィルムのカラーリバーサルフィルムのブランド、富士クロームを関する銘柄のかつて存在したシリーズである。2011年12月、センシア310万135フィルムの24枚、つまみ、36枚つまみのそれぞれ単品の販売終了をもって、同銘柄は廃盤となった。百九十四年、富士写真フィルムは、富士クロームセンシア百 富士クロームセンシア200、富士クロームセンシア400を発売する。プロビアシリーズが誕生したのと同時期である。富士クロームセンシア400で撮影されたスライド写真。1997年3月、富士クロームアスティア100と共に、富士クロームセンシア200を発売する。2003年7月、富士クロームベルビア100回、富士クロームベルビア100。 富士クロームアスティア100回が発売されたが、同月、富士クロームセンシア3 0 0も発売されている。2011年2月14日、富士フィルムは、富士クロームセンシア3 0 0の135フィルム、24枚、つまみ、36枚つまみのそれぞれ20本パックの販売終了をアナウンス、それぞれの単品販売が残った。同年9月5日、 同社は、センシア3 0 0の135フィルム、24枚つまみ、36枚つまみの、それぞれ単品の販売終了をアナウンス、同年12月をもって、同名柄はすべて廃盤となった。同社が、今後の使用推奨品として指定するのは、同じリアルカラーだが、超高サイドの、プロビア100回の135フィルム、24枚つまみ、36枚、つまみ単品であるという。 センシア300が生産終了し、同時にアナウンスされた、フジクロームアスティア100回の120フィルム、220フィルム、シートフィルムが2012年3月に生産終了すると、フジクロームブランドのカラーリバーサルフィルムは、ベルビア、プロビアの2つだけになる。日本国外では、センシア200、センシア400の135フィルムが、2010年前後まで、 製造を販売されていた。センシア300は2003年7月に発売された富士フィルムのカラーリバーサルフィルム、写真フィルムである。センシアシリーズの最終ラインであり、2011年12月。同,同製品は1994年発売の富士クロームセンシア100、1997年3月発売の富士クロームセンシア200の後継製品として、 登場したが、同時に発売された、富士クロームベルビア100回、富士クロームベルビア100、富士クロームアスティア100回の開発レポートには、センシア3 0 0の名は言及されていない。流常性は RMS-8 であり、色再現においては、リアルカラー。サイドは、標準サイド、階調は難調であり、シャープネスは高い。サイドについては、 アスティア100回開発時の新技術を使用している。デイライトタイプのフィルムであり、タングステン効果では、富士色温度変換フィルター LBB-12、あるいは、ラッテンフィルターナンバー 80A を必要とする。ロールフィルムである135フィルムしか存在せず、厚さ0 1 2 7ト、mm、ルのセルローストリアセテートを指示体とする。現像処理は、他の 富士クローム製品同様、富士クロームフィルムプロセス CR-56 及び、コダックのカラーリバーサルフィルム、エクタクローム現像処方である E-6 現像を指定している。ありがとうございます。